小さな目標は結構私脱いだ服を置きっぱなしにすることが多くて、それを今年中に脱いだらすぐにハンガーにかけるということを習慣にしていきたいなと思ってます。あと大きな目標なんですけど、この芸能界の仕事で海外の作品に携わらせていただけたら嬉しいなと思ってます。かなり大きな目標になります。あと告知をさせていただきます。1月23日に放送されるホームルームに出演させていただきます。あとキットソンミーというブランドにもコラボさせていただくので、ぜひそちらも SNS をチェックしてください。あとちょっとまだ告知できないことがいくつかあるんですけども、私のホームページや SNS を見て時々チェックしてみてください。よろしくお願いします。